ハンター・ハンターの面白いところってさ、今週号のジャンプ見てもわかる通り、なんだろうな、もうあの今はねかなりストーリーにしても設定にしてもこう複雑になってるんだ。で、複雑だから面白いとか整合性が取れてるから面白いとかそういうのじゃないんだよ。ハンター・ハンターの面白さっていうのは、ハンター・ハンターに書いてあるネームとか設定を理解できない小学生でも面白いところがすごいんだよ。そこに凄さがある。 「ハンター×ハンター」っていうのはキャラの顔を見てでそこに出てくる表情とか感情を読んでるだけで小学校の中,あの中学年つまり3年生4年生ぐらいでもなんとかついてこれるってことをやってるからすごいんだよなだからその面白さっていうのが上の方へ上げてくっていうのはそんな難しくないんだけどもあえて,下げ,てあの下げるってことはないんだよ複雑なことをやりながらいかに子どもにも分かるっていうふうなことをちゃんと気を使ってるところがすごいんだけれどもんかそこら辺踏み外さんずに頑張って評論してくれたまえ のくん頑張れ。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。